何やってるんだ、僕たちの血税で、ご飯を食べていけるのに、ろくな働きしない。先週、職場の近くで、事件があったんだ。若い女性を、アイスピックで滅多だし、しかも普通のアイスピックじゃない。業務用の3本刃のやつで、本当に怖かったし、本当に泣いた。小さな町だから、どこ行ってもその話で持ちきり、マスコミもかなり大きく、取り上げてる。滅多にない大ニュースだから、無理もないけど、恐怖を煽るだけ煽って、無責任だよ。僕はおばあちゃん子なんだけど、いつも強いおばあちゃんも、かわいそうなぐらい怯えちゃって、毎日仏壇の前で手を合わせている。僕も怯えているし、なるべく捜査にも協力した。なのにおまわりと来たら、まだ凶器すら判明できないらしい。まったく、国民をバカにしているとしか思えない。